本日ついに最終回が放送された水星の魔女第12話、皆様はもうご覧になられましたでしょうか。前回の第11話ではクワイエットゼロと呼ばれる謎の計画が登場し、フォルドの夜明けのルブリス・ウルとルブリス・ソーンがブラント・クエタを攻撃し、デリング暗殺作戦を開始。そして回収された新型エアリアルがちらっとお披露目されていました。そして2週間の間を置いて、いよいよ今日は第1期の最終回。まさかの展開に驚きを隠せない方も多かったのではないでしょうか。ということで今回はそんな第1期最終回の第12話を解説させていただきます。なお本動画はこれまでの全ての展開に関するネタバレを含みますので、未読未視聴の方はご注意ください。最終回、本当に恐ろしい展開になりました。第2期への伏線はたくさんと残りましたが、それにしても前回11話で学園ものから戦争ものに切り替わっていくのかなと思いきや、衝撃すぎるラストの展開に驚きが隠しきれない方も多いのではないでしょうか。まさか第1話のトマトがあんなことになるとは。ということで一つずつ見ていきましょう。まずは冒頭のエアリアル格納庫にいるベルメリアやプロスペラたちの会話のシーン。プロスペラの発言は、あの子は来るわ、エアリアルはここにいるものというものでした。エアリアルはここにいるということですが、エアリアルがただの機械であればここにいるのではなく、ここにあると発言しているはずなので、中にエリクトの魂なのか、はたまた何か存在するのは間違いなさそうです。ただ個人的には今回エリクトに関わる何かヒントは残してくれると思っていたので、ここは完全に第2期に残されましたね。そして人間関係も一気に動いていきました。ボブはまさかの展開、テロリストに捕らえられていたかと思いきやモビルスーツで出撃。一方親父のビームはまさかの CEO 自らディランザソルに登場して出撃していました。 CEO が自分から出撃するというのはまずありえないと思うのですが、グラスへの若造にこれ以上舐められてたまるかと言っているので、シャリクの行動がよほど気に食わなかったと思われます。第11話ではシャリクとビムはデリング暗殺計画を企てていましたが、本来であればフォルドの夜明けがプラントクエーターを襲撃するのはビムがシャリクに連絡を入れてから2時間後で、その間にビムはプラントクエーターから脱出するという作戦でした。ただここでビムが直接出撃してフォルドの夜明けと戦ったところで、シャリクを直接殺せるわけでもないのに自ら出撃しようとするあたり、ここでも直情的な性格っぷりが現れていたのではないでしょうか。またディランザソルでの戦闘の際にはライバルの頭を直接ぶったたくことで勝ち上がってきた男だと発言していたので、何かあればあらゆる手を使ってライバルを陥れて無理やりのし上がってきたというやり方をしていたと考えられそうです。そしてそんなビムはまさかのグエルに殺されるということで、最後は失踪したグエルの声を聞いて安心した様子を見せていたので、なんだかんだグエルを自分の言いなりにしようとしていても可愛い息子と思っていたことがうかがえる最後を遂げました。しかし一方で第2期でグエルがどうなるかわからない展開になったのではないでしょうか。第2期のモビルスーツとして公開されているガンダムシュバルゼッテにはグエルが登場するんじゃないかという意見も出ている中、綺麗なグエルが登場するカラーリングには見えないものの、今回初めての実戦で引き金を引くのをためらいながらも殺されそうになる戦いで涙を流しながら恐怖に立ち向かい、しかしその結果父を殺してしまったという贖罪を考えると、グエルがこのカラーのシュバルゼッテに登場しそうな感じもします。もともとはガンダムが戦っている話を聞いてグエルはクエタに向かおうとしていたので、第2期の第1話ではクエタでスレッタと出会うところが描かれそうです。ただグエルはスレッタのように進めていないと言いながら父親を殺してしまっているので、進めは2つという言葉を実行するとグエルにとっては祝福ではなく呪いになってしまうということを意味するのかもしれません。そして人間模様は少しだけでしたがエランも登場。イヤリングの模様からエラン5号のようですが、4号はやはり死んでしまったということでしょうか。もし慈悲があるとすれば第2期で実はベルメリアが逃していたという展開がありそうですが、本当に殺されたかどうかは一旦持ち越しになりましたね。そしてミオリネとデリング、ミオリネの母の名前はノートレットと判明しました。ここでノートレットなら生存確率の高い判断をするという話が出ていました。また
何かあればどちらかだけでもと言っています。デリングはスペーシアン、ノートレットはアーシアン、そしてスペーシアンとアーシアンは戦争をして劣悪な関係。ここから考えると地球と宇宙の戦争の中で二人が通じ合っていると差別を受けて殺されかけた際に、生きるためにデリングだけが逃げたといったことが考えられそうです。ミオリネはデリングは母の葬式に来なかったと第2話で発言していましたが、これはノートレットの葬式に来なかったのではなく、何らかの事情で行くことができなかったと考えられそうですね。最終的に今回デリングは瀕死なものの死亡はしていないという状態だったので、第2期の第1話でスレッタと出会い、何かスレッタの秘密について語って亡くなるという展開もありそうです。そしてニカの秘密がついにマルタにバレてしまいました。第2期ではチュチュに殴られてから地球寮からも嫌われてしまうという展開になりそうです。どこかで和解して救われる展開が来るとは思いたいのですが、まさかの重い展開になりましたね。またそんなニカは実弾が浮いているのを見てルブリッソンがアーシアンのモビルスーツだと気づいていました。作中でも実弾は条約で禁止されていると言っていたので、スペーシアンの中では実弾が禁止されていて、アーシアンはスペーシアンが作った条約を無視して実弾を用いているということがわかりますが、過去のガンダム作品だとどちらかといえば実弾よりもビーム兵器の方が強力な印象があります。もちろんビーム兵器にはビームバリア系の武装もあるので万能とは言えないのですが、本作で実弾が条約で禁止されているというのは何か特別な意味があると考えられます。例えば第2期のモビルスーツでザ・ボート・ヘビーはマガジンラック付きライフルを武装の一つとして持っているので、第2期の地球での戦いは実弾兵器が多く登場するのかもしれません。もしかしたらアーシアンはビーム兵器を作り出す技術に乏しいので実弾兵器が多いとか、そういう事情もあるのかもしれません。次にモビルスーツ戦ではルブリスールはパーメットスコア2を発動した際にベギルペンでのアンチドートで動作不能に陥りましたが、まさかのパーメット4で再起動していました。プロローグではナディムがスコア4を発動した際にはナディムはパーメットの世界に意識を飛ばされていましたが、ソフィーは苦しそうにするものの意識を保てているので、エランのような調整を多少はされているのか、またはルブリスールの方でパーメットスコア発動時に人体にデータストームが流れ込む量を多少軽減できる何かが搭載されているというどちらかだと考えられます。ただソフィーの場合パーメットスコア4で苦しみを感じることで生を実感しているということから、ソフィーは過去に苦しみも何もない無の世界を経験しているからこそ痛みで生を実感することができるという解釈もできそうです。そしてアンチドートに対してそいつが通じるのはスコア3までだよと発言していましたが、わざわざ解説役をしてくれるありがたい役回りと思いつつ、そもそもソフィーはなぜそれを知っているのでしょうか。ベギルペンではグラスレー社のモビルスーツですが、フォルドの夜明けは旧式とはいえジェターク社のデスルターを所有しているので、グラスレー社のモビルスーツの情報も持っていてもおかしくなさそうです。そう考えるとフォルドの夜明けは様々な企業のモビルスーツの情報を持ち合わせた組織と考えることもできそうです。個人的にはルブリスールが変形するかルブリスソーンと合体するかのどちらかを見せてくれると思っていたので、まさかの撤退してしまって少し残念でしたが、第2期で真の姿を見せてくれるということもありそうですね。ただガンプラは3月発売なので、もしギミックがあるとすればそこで先にはっきりしそうです。またソフィーが足止めに入る際にノレアは火星が必要なら早めに行ってと発言していました。ソフィーは冗談と嫌がっていましたが、これはただルブリスソーンも一緒に戦うだけと解釈することもできますが、合体を示唆していると解釈することもできそうです。そしてプロスペラとスレッタ、いやこちらもまさかの展開でした。スレッタはテロリストに気づかれて殺されそうになるもプロスペラとゴドイさんが助けてくれて死なずに済みましたが、この洗脳がすごすぎましたね。逃げれば一つ、進めば二つという言葉が祝福ではなく呪いの言葉に完全に切り替わった回なのではないでしょうか。この作品のオープニングのタイトル祝福だったかなとすごく気になりますが、テロリストの死んだ姿を見て戸惑うスレッタに対してエアリアルとスレッタだけがみんなを救えると言って前に進むように導いたかと思えば、
最後の最後にまさかのハエたたきのように人を潰すという、まあ、過去のガンダム作品だとククルスドアンの島でアムロがガンダムで人を潰すシーンとかもありますが、ここまでの描写をしたのはガンダム作品初なのではないでしょうか。ただいくら人が死ぬところを見たからといって思いっきり殺して手が血だらけになっているのにもかかわらず笑顔というのは完全にプロスペラに洗脳されてしまっているように感じられます。きっとテロリストとミオリネの間にチョップを入れて車線を遮るだけだと思っていたのは私だけではないはず。ちなみに最後の血だらけのシーン、本日ガンダムインフォで公開された海外向け第12話のリアルタイムコメント欄では海外の方の悲鳴が飛び交っていたのに加えてトマトのイラストを並べている方がたくさんおられました。第1話では初めて食べるトマトの味に感動していたのに、まさか最後にトマトのようで全く違う演出で締められるとは一体誰が予想したでしょうか。ということでまさかの衝撃的な終わりを迎えた第1期最終話でした。エアリアルの秘密も謎が残り、登場人物たちの人間関係をえぐるだけえぐって終了ということで、第2期が楽しみでありつつも第1期とは全く違うシリアス路線になりそうなのが怖いところではないでしょうか。エアリアル回収型は個人的にはすごくかっこいいと思いましたが、パイロットであるスレッタが人を殺しても笑顔という終わり方なのに加えて、ソフィーが怖い顔になったと言っていたので、これはエアリアルが第2期で怖い存在になるということの伏線ではないかとも思いますが、果たしていかに。ぜひ皆様が感じたこと、今後の展開の予想などもコメントで教えていただけたら嬉しいです。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、よければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。